まあ、普通に、映像で見た敗者なっていうふうに思いましたけど、でもあのハンドスピードのパンチって、あれ試合でそのまま出るわけじゃないんで、あれはあくまでこう、パッキャオ選手のアップの仕方であって、あれがそのまま試合で出るっていうイメージを持ってないですね。はい。So as far as from... 先ほどアンバ選手、リーチの長さっていうのが一つのアドバンテージになるとおっしゃってましたけど、それ以外に、キックボクサーであるアンボ選手がボクシングをやったときにこうアドバンテージになるのっていうのは何だと考えますか？リズム感です。リズム感、はい、ボクシングの多分リズムとはやっぱりキックボクシング出身なんで、まあ、ボクシング始めてもう3年4年になりますけど、その僕がやってきたボクシングっていうのはボクサーのスタイルでボクシングを覚えるんじゃなくて、キックボクシングで優位に立つ上でのボクシングを、積み上げてきたんで、まあ、それをこう、まあ、この1、2ヶ月でこう改良したんですけど、まあ、でもそのボクサーとスパーってみんなが言うのはリズムをつかみにくいって結構言うんで、まあ、そこは多分、なんやろうな、パッキャオ選手も多分そういうタイプのボクサーだと思うんですけど、結構戸惑うんじゃないかなと思います。I think my advantage as